こんにちは。どうも、埼玉で野菜農家をしながら NFT 始め方学校の運営をしているオルチです。毎日でもないけど、今日もスタッフさんと仕事終わりに雑談をしていきます。お願いします。何でもどうぞ。はい、そうですね、本来は9月に取らなきゃいけなかったネギが、今取ってるっていう感じですよね。ちょっとだいぶ太いのもあるんですけども、やはりまあ夏の猛暑の影響、水の雨が降らなかった影響がだいぶ出てるみたいでもって、細いところとか結局育たないで歯抜けになってみたり、そんな感じになってますね。なかなか、まあ鳥ではありますけど。え？鳥ではあります。鳥ではある。あんまりね、調子のいい畑じゃないんですよね、今撮ってるとこはね。ちょっといまいちかなって感じはあります。揃いが悪いからね。ただ例年から見ると、あの腐れがないんで。あ、それは逆に乾いてたからですよ。ああ、なるほど。雨がなかったから。なるほど、うん、なるほど。だからその病原菌の繁殖があんまりなかったんですよ。ただ暑すぎるとやっぱりスイカが良くない。良くないね。はい、うん。ネギの場合は生育適温がまあ、上限値でも、まあ、30度、基本はだから5度から15度ぐらいが一番ちょうどいいのかな。あ、 10度から20度ぐらいか。うん、30度超えるとやっぱりもう生育が停滞してって、35度過ぎちゃうようだともう完全に止まっちゃうし、で雨がないから昼分も吸えないでしょ。ああ、そうですね、結局ね。はい、7月の頭からもうずっと雨がなくて乾いてましたからね。そうですね、うん。他の方の畑なんか見ると、もう葉っぱがもう白くなってきてるって感じですよね。まあ、それも畑にもよるし品種にもよるし、いろいろだと思うんですけど、うちもだから今取ってる畑は換水設備ないところなんで、どうしても水やりもできなかったんですけど、あそこが終わって次の畑になると換水設備ある畑なんで、ビシッと揃ってある程度は生育してますけどね。うん、何いろいろなかなか難しいんですよ。そうですね畑ごとに全然変わっちゃうからね、はい、うん。本当均等に育ってくれると一番ですけどね、こればっかりは。そうね、だからそこがね、技術力のあるなしだとは思うんだけど、やっぱりどうしても限界もあるからね。はい、うん、技術もあるけど他の作業もあるから、管理作業もね、例えばもう時間に余裕があれば、ええ、あんだけ乾いちゃってたら、タンクに水汲んで、はいはい、放水したりとかって、できなかないんですよ、うん、できなかないけど、ただそれ他の作業の合間を縫ってやっていくっていうのはなかなかやっぱり難しいし。そうですね、うん、すごい労力に対してリターンのあまり見込めない作業なんでね、難しいとこっすね。そうですね、うん、まあだから毎年勉強ですね。あ、これは確かにそうだと思います、うん。こんだけの暑さは自分が生きている中ではなかなか経験ないからね。そうですね、うん、来年どうなんだか分かりませんけど、経験積めたってことで。そうですね、うん。他なんかありますか？他はそうですね、やはりまだ水菜がちょっと、まあ、正直言うと私苦手っつった方がいいのかもしれないんですけども、ちょっとまだ時間がまだ詰められないかなっていうところが非常に自分でもちょっともどかしいって感じはありますよね。あのね、苦手って言っちゃったら伸びないですよ。ああ、うん、言い訳作っちゃうから。そうですね、うん、そう、それをやらなきゃいけないんですよ。そうですよ、はい、苦手っつったらあれなんですよ、はい、もうそこで終わっちゃいます。そうですね、うん、実際にだからもちろんね、その個人差、個人的なこう身体能力の
数値って違いはあるとは思いますけれども、でもそれぞれの中でベストを追求していかないと何にも成長しないんですから、そうですね、はい、うん、まずはその苦手っていう意識をなくす、意識をまずなくさないと、はい、うん、まずいかなと。ああ、そうですね、うん、どっかにこうやって残ってるって感じがします、うん、はっきり言って。そうするとやっぱりどうしてももっと伸びていこうって気はなくなっちゃうとは思います。確かにね、わ、うん、かります。もうだ、まあ、植物でも野菜でも何でもそうだと思うんですけど、やっぱり伸びようと思わないと伸びないですから、うん、そうですね、そう、はい、伸びる気なくしちゃったら、やっぱそこで止まっちゃいますからね。そうですね、うん、でだ、いつも言うけど、ね、年齢とかも言い訳にしちゃっちゃダメです。ダメです、うん、まあ、その苦手意識を払拭しないといけないってことですね。うん、そう、だ、自分の何だろう、能力伸ばすにはね、自分のこの脳みそとか気持ちを自分でごまかすぐらいしないと難しいかなと思いますね。そうですね、うん、確かにそうだと思います。ごまかせることができれば克服できるかなと思います。うん、そのためにはまずは苦手っていう意識をなくすことですね。はい、何しろもっと早くやろう、もっとできるって自分に言い聞かせないと。そこですね、うん、はい、と思いますよ。俺はもっと伸びるはずだと思ってます。加藤さん見ててよ、加藤さんの、はい、そう、体力とかも考えて見てて言うけども、もっと伸びると思います、はい、うん、で伸ばせるんだったら伸ばした方がやっぱ本人にとっていいことだと思う。そうですね、はい、うん、なんで、まあ、毎日これから水菜の収穫ありますけど、はい、まあ、常に毎度自家意識してやっててもらえれば。そうですね、うん、思います。まあ、一般的に見てて 俺も客観的にサクさんの動き見てたりしますけど、あのやっぱほとんどの方が見ててもっと早く動けるだろうに動いてないように見えちゃう部分はありますよ。だからそこは伸びる気持ちが出てるか出ないかと思う。そうですね、うん、はい、まあ俺もそのうち収穫混ざることになってくるとは思いますけども、はい、管理作業が手が空いたらね、はい、はい、バシッと、はい、ビシッとやりますんで、はい、一緒に頑張っていきましょう。頑張りましょう、はい、はい、というわけで今日は、はい、この後俺は会議があるんで、ご苦労様です。はい、はい、加藤さんは早く休んでください。休めます、はい、というわけで今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。さよなら。